え、なにこれ。なんかリフトみたいなのがあったんだ、昔は。また使えるようになるのかな。ウコウホの祠。あ、開いた。いや、あの上の竜すっごい気になるんだけど、あれ、あいつ何ボスなのかな。ああ来たようだね。ここは浜の祠。その昔、私が光の力を込めて蛇を封じた場所。ここには光の力が満ち溢れている。その右腕に失われた力を呼び起こせそうだ。うん、さあ右の手を出して。なんだ、ウルトラハンド。接着することもできる。掴んだものは回転させたり。これか。え、あ、でこれね、ちょっと奥がどうなってんのか見えないけど。あー、なるほど。え、これ接着させることができるって。あ、落ちちゃった。あ、すごい、なんかすごい高級な旅館の中庭みたい。接着させるの意味がわからん。あ、なんか出た。あ、え、これでつける。あ、くっついた。なんかすごい変な形でくっついちゃった。なんだろうこれ。なんかこうじゃない気がするけど。まあいいや。あ、なんだ、あ、なんかある。え、じゃあこれを何、組み立てなきゃいけない感じ。ペトン。あれ、なんでこんなアンバランスになっちゃったの。よいしょ。あ、これちょうだい、これちょうだい。あ、あ、くっついちゃった。あ、なんか動きがどんどん激しくなってってない？え？え、怖い怖い怖い！なんか、荒ぶり始めてる。ちょっと待って、これどうなんの？なんか、喧嘩してる。ちゃんとやろう、ちゃんとやろう。わーい。いて。祝福の光。あ、帰ってきた。眩しいな。じゃあ、これを使って、あのロープウェイみたいなものが直せるっていうことか。またこれを作ればいいんだね。違う、リンク。あー、変なとこくっついちゃった。これでくっつける。あれ？え、この微調整どうすんのこれ。もうこうなっちゃうんだったらもうこれでいいか。あ、なんか、なんか変なもんで。よし。あ、待って、行かないで。危ねえ。あ、行くじゃん、これでも。あー、待って、あー、やば、ちょっと待って。あー、怖かったー。